ワン、ツー、スリー、フォー。デン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 列車に乗ったの黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追いかして One, two, three, four あの人はもう気づく頃よ That'sガゼレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。あのですね、ちょっとあの皆さん気づいたと思うんですけど、最初ね、いつもこういう風にやってワンブロック4回弾いてくださいという風にこれ決まりになってるんですけど、このルージュの伝言、今歌の始まりの方はワンブロック4つにやったんですけど、後半の方はワンブロック8回弾きました。これどちらでもいいと思うんですけど、初心者を本当に始めた方はワンブロック4回で弾くとゆっくり合わせられていいと思います。ちょっと慣れてきたらじゃん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 って切り替えてみるといいかなということで、後半の方はワンブロック8回ということで、正しい書きも書きましたけど、ちょっといろんなこの感じで初心者の方どんどんやりましょう。これ入門コード4つですから、この曲はですねいいですよ。この曲でウクレレをどんどんものにしていきましょう。もちろんこれガゼレレオリジナルショートカットアレンジバージョンですので、フルコーラスやりたい方コード進行一緒ですから、2番の歌詞とかこう3番の歌詞書き足してオリジナルのフルコーラスの楽譜を書き足してやってみてください。今の YouTube 動画でガゼレレ YouTube で一緒にできた方、動画とその方もね、やっぱりノートに書いてご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。ノートとかに書く、ね、その時の参考になるように私のノートを写したいと思います。実はルージュの伝言ってあのガズが今まで過去に出してる書籍でもなんか取り上げてるんで、もう一緒ですけどね。まあ一応これ、映しておきます。これイントロですね。で、まあまあ最初も言ったんですけど、前半今やったシンプル簡単バージョンはワンブロックに4回通常通り弾いたんですけど、ここに書いてあります。中盤以降はワンブロックで8回弾いていますということになってますんで、その辺リズムの捉え方が、変わるんですけど、一応表記としてはこんな風にしておきます。はい。これがイントロで、ここから A メロが始まりますね。じゃあこれ一時停止するんでメモってください。あとはね、動画のテロップを一時停止しても分かりやすいと思います。この曲がすごくシンプルなんですけど、歌ってみると分かります。メロディーラインがね、結構、なんていうのかな、しっかり歌おうと思うと結構ね、難しいっていうかね、多層が冷静回る街並みやと、これ音階がすごく上下するんでね、その辺が面白くもあり、深くもあり、難しいところでもあります。はい、じゃあ一時停止してメモってください。こんな感じかな。はい。ここか。はい。一時停止。はい。そして、ここからこの後半。シンプルですよね、本当に。これでウクレレを始めて、家族とかいろんな世代で歌える曲なんですよね。これ、キッズも知ってるし、結構ね、先輩方もこの曲は知ってるんで、本当にね、名曲だと思います。これね、ガズレレのイベントでもこの曲大体やりますからね、覚えておくといいと思います。はい、じゃあ出てくるコード。はい、これさっき見たけど、入門コード4つです。超基本。C、A、マイナー、F、G、7。来た。
このコードは超絶入門コードです。さっきのプログラムでも、初心者さん向けのプログラムでも一番最初に覚えるやつね。この C と F と G、C と F と G7 と A マイナー。これ超基本なんですけど、今日は一応こちらをシェアさせてください。ガゼレレ必須コード。これいつも出てくるやつなんですが、私がめちゃくちゃわかりやすい動画を、上げておりまして、そこで覚えてください。コード。ここにリンク貼っておきますけど、もうここの動画を見たらスイスイコード覚えられちゃうんで。やってみてください。はい。じゃあ、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンをちょっと深めていきます。出てくるコードは全く一緒です。つまり、リズムが変わります。で、かっこいいバージョンはさっきから何回も言ってますけど、このワンブロックで8回弾きます。全部ね。そんな感じで捉えておいてください。そうすると、最初のあの人のままに A メロの一番最初、8ビートのチャでやるとこういう風になります。1、2、3、4。あの人のままに、あ、ここから今や、3、4、5、6、7、8、今、一人、5、6、7、こんな風に弾いていきます。ということでしといて、今もうしれっと弾いちゃいましたけど、このリズムなんですけど、基本的にはですね、8ビートのチャというリズムで、なんかこう、ロックの感じで、元気いっぱい、ドッタツ、ドッタツってや、疾走感満載でやってみようと思うんですけれど、今回ね、途中からですね、ちょっとリズムを変えようということで、どんなリズムをやりたいかなというところです。ドン！レトロビート、レトロビートっていうリズムがね、かっこいいんですよ。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ、これ。ドンドロタスタカタ、ドンドロタスタ。なんかこう、ドンドグロンって、こうなんかね、やっぱロカビリーみたいな、こうちょっとムーディーな、ヴィンテージっぽい感じ。だからレトロビートっていう風に私ガズが名付けてるんですけど、後半この弾き方をやってみようかなと思うんですよ。なんで今日のリズムはですね、8ビートのチャとレトロビート。この2つが軸になってます。この2つのリズムの弾き方はここのリンク行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとレトロビートやってみてください。これはですね、まず8ビートのチャというリズムは基本的なリズム。8ビート。基本の8ビートができた人じゃないとちょっとできないので、初めてリズムのコストロークやる方は8ビートというリズムからやってみてください。さっきのところのリンク先のところにありますからね。そしてですね、このレトロビートっていうのはやってみたらわかるんですけど、結構深いです。これはですね、これこそ8ビートのチャがちゃんと弾けてないと、8ビート、あ、レトロビートっていうのはできないんですよ。今はガズはこう、親指でやってる感じですけど、これ慣れてきてる方はこういうこともできます。こんな感じ。これもかっこいいでしょ。まあ、ひとまず親指の方が初心者の方がいいかなと思って、ドロロン、ちょっとこうです。あ、溜める感じ。はい。このレトロビートはね、ぜひ皆さん、ゆっくり練習して、ものにしてください。この弾き方をマスターする。どんなリズムでもいけるんですよ。例えば、踊るポンポコリンも、なんでもかんでもみんな、踊り踊っている。こんな感じですよ。もうどんな感じでもちょっとおしゃれなヴィンテージ感あふれるレトロビート。これね、ぜひマスターしてもらいたいんです。この曲にぴったり合うなということで、後半、レトロビートを用いてやってみようと思います。さて、ここからさらに深めていきます。イントロでですね、これやりたいんですよ。ちょっと聞いててくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。わかった。デデン、ステンデン、ステテン。はい、これ。デデン。C のところ、1弦の2フレット、3フレット。3フレットは C でしょ？だから1弦の2フレットから始まるんですけど、これね、リズムを見ておいてください。1、2、3、4、2、3。わかる？ 1 個前から始まる。1、2、3、4、2、3。2、3。はい。C はこの1弦2、3です。で、今度 Am のところは、4弦の1フレット、2フレット。2フレット Am でしょ？ 1、2です。また1、2、2、3、2、3、1、2、3、2、3、でまた2、3、2、3、1、2、1、2、こんな感じです。 C の時は1弦の2、3、 A マイナーの時は4弦の1、2。はい、ちょっとこれ練習してみましょう。1、2、3、2、3、次4弦1、2、1、2、次1弦の2、3、2、3、1、2、4弦ね。これをやってみると、だいぶこの曲のルージュの伝言のムードが醸されると思います。これね、やりましょうということでございます。でね、いろいろあるんですけど、こう、例えば、横目で追い越しって、ここ見て、ツタタタタタ、これ G7 のとこで、チャタタタタタってやってるんですよね。横目で追い越して、次ですよ。ツタタタタタタタ、あん
これですね、これちょっと決めておかずを入れていきましょう。はい。そしてですね、後半レトロビートになるのは不安な気持ちをからレトロビートにしていこうと思うんですけど、レトロビートがとになってこうバーっといって、最後のシカーテもらうわマイダーリン、もう一回シカーテもらうわマイダーリンってやって、こっからですね、またイントロのあの3弦2、3、1弦1、4弦1、2のあのイントロのフレーズに戻るんですけど、そこでもレトロビートをやってみると、そこ結構難しいです。最後のところやってみると、シカーテもらうわマイダーリン、このメロディーを弾きながらレトロビート、一気にドーンとね、ちょっと難易度が上がるんですけど、ちょっと難しかったらここはまた8ビートのチャーに戻したりとかして、ちょっとご自身で、いろいろ調整してみてください。で、もちろんですけど、これレトロビートは1個の案ですからね、他の弾き方でも十分かっこいいと思います。でも基本はやっぱ8ビートのチャーではかっこよく弾けるようになるのがおすすめかと思いますが、一応ですね、上級者のための1個あのアイデアとしては、あのこれユーミンの音源を聞くとこんな感じになってます。ワン、ツー、スリー、フォー。あの人のママに会うためにツッタツクトンダツッタツ、今一人列車に乗ったのツッタツク。こんなムードなんですよ。これもねかっこいいんですけど、ちょっと難しいっていうのと、やっぱりね、方ドラムが入らないとちょっとねノリが止まったようなイメージになっちゃうんで、今回は8ビートのちょっとレトロビートできそうだったら、ちょっとワンフレーズでもね入れていって、ちょっとこのねヴィンテージ感高めていきましょう。はい、そんな感じでこのルージュの伝言ねやってみたいと思うんですけども、歌詞の内容を読み解くとなんとなくこう情景が浮かぶっていうか、わーって感じですけど、ちょっとほのぼのとした感じもありつつ、やっぱ元気いっぱいでやってみようと思います。はい、ルージュの伝言ガゼレレでいうかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの、黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、あの人はもう気づく頃よ、バスルームにルージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限り、うちには帰らない。レトロビートいきます。不安な気持ちを残したまま、街はビンダンと駆けてゆくわ、明日の朝ママから電話で、叱ってもらうわ My darling、 叱ってもらうわ My darling、 シュビダビ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 ルージュの伝言ガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。途中でリズムが変わった時にやっぱ世界観がクッと変わる感じがしますよね。だから最初からレトロビートでもいいし、8ビートのチャでずっとでもいいし、まあいろんな弾き方で、挑戦してみて、ください、まあ、ポイントはやっぱりこう楽しそうな感じで、悲壮感が漂ってこの曲がちょっとやばいんで、楽しそうに体全身でこうロックのねこう軽やかさと、やっぱこうロカビリーっぽいというか、ちょっとねオールディーズっぽい雰囲気が醸し出されると、またこれ楽しくなるんじゃない。これはねさっきも言ったんですけど、キッズからね結構先輩まで本当に一緒に歌える曲なんで、ガズレレイベントでも欠かせない曲になってるってやつです。最初だって C と Am2 コードだもん。ああいうのでね、どんどんこう楽しく音楽をものにしていく。ぜひ皆さんこのステイホームの時期これを練習して、ちょっとまたみんなでセッションできる時にワイワイこれできるように練習しておきましょう。